さあ、はい、合宿も終え、ね、もう夏が終わるよ。夏が終わります。まあ、秋大会に向けて、うん、ちょっとチーム力を上げないと、はい、そうだね、はい、さあここでじゃあサードはもう大島でもうできるようになってましたね。固定されたから、あ、それも江川ももうちょっとこの球種増やしません？今の間に、あ、この秋までの間に、はい、それもあり2ヶ月ぐらいあるんで、俺も球種欲しいんだよな、うん、うん、絶対俺はあった方がいいと思うんですよ。何を覚える？あのさ、あれの2が打たれてるって可能性はない？じゃああれは3人どうする？でもいやでも他の別の方向の2にしたらあの2も生きてくると思うんですよね。どうやっぱカーブ1方向だけって結構どうする？横に曲げる？シュートか横。まあ相手の裏角だったら右ピッチャーだから、シュートだね。シュートを覚えさせる、うん、肘やんない？うん、そういう可能性あるよ。スライダーよりシュート。ドロップカードがドロップカーブがあるから、うん、こっち横変化だと思うんですよね。シュートはでも曲がりが浅いから、パワープロのシュートはスライダーよりも、うん、だからちょっと増やしていかないとダメだよ。じゃあただ一回いい、はい、笑顔って言ったらもうカーブなんだけど、カーブだけ、あとはもうとんでもないストレート、うん、とにかくまっすぐ上げるってことですか？こっから変化球に振らず、うーん、ストレート160グラムまで、うん、それでいきますか？俺も納得いってないけど、もしもっていう、まあ、そうですね、笑顔を求めるならね。なるほど、そうですね。ロマン、ロマン、これはもう俺たちのロマンになってきちゃうんだけど、じゃあそうしますか、うん、急速で技巧派の笑顔は見たくない。うん、なるほど、じゃあそうしましょう。どう、よし行こう。じゃあ、うん、急速で行きましょう、うん、バケモンにさせてください。そうですね、急速のバケモンにしましょう。うん、その代わり野々宮をどうしてもいいよ。じゃあ変化球、うん、変化球バケモンにする。でも140もうちょっと乗せる、もう 2,3 キロ、 2,3 キロで理想は145のコントロール C、うん、スライダー5ぐらい、うん、理想っすね、うん、さあこの2人のピッチャー中西もちょっとそろそろぼちぼち球速欲しいんですよね。そろそろ投げれるようにするか、うん、あ、もうあのリリーフスタミナとかはいいからリリーフできるようにしとこう、うん、コントロールとか、うん、スピード球速上げる、スピード上げた方がいいと。136は遅いっすね。草川もう、はい、ね、第二のミカちゃんだから。そうですね。とりあえずまあのんびり。そうだね。うん、そう考えるとミカちゃん育ってきたね。本当だよ。うん、これいいピッチャーになってる。いいピッチャーですよ。うん、で俺はもうこれ、うん、うん、一回俺はキャッチャーとしてのね。タクキャノンにしましょう。タクキャノン。タクキャノン。上杉、あ、守備、あ、肩上げますか。そうだね。はい、もし外野を守らせるんだったら。あ、タン君弾道上がってる。パワー。パワーいきますか。パワー。とにかくパワー、とにかくパワーね。菊池が守備でいいですね。菊池守備いい。セカンドで使うんだったらパワーちょっとだけ上げとくかね。F ぐらいに。そっか。そうですね。パワー上げときましょう。スタメンだもんね。確実に。そうですね。そうですね。この子。そうだそうだ。高橋もミートをいいにしたいですね。風は守備でいい。俺は守備と肩を。あ、三塁手20もあるのっていう。じゃあ守備もちょっと上げないと。E C でいいんで。ちょっと守備上げます。守備上げる、はい、うん、あ、じゃあもうこのままこんな3年生いないですけどお前はいい、走っとけ和也キャプテンになって頑張ってんな、うん、お、ちょうど休める、休もう。ちょっと、うん、4使って休んだ方がいい、うん、ちょっと筋トレして、大会、秋季大会か。そっか、オーダーいじっとく？そうっすね。中西いいぞ。いやー、頼む。そうっすね。
オーダー、まあ、高橋3番っていう選択肢なの。全然ありますね。どうする、1番でいい、一応1番、3番ありっすよ。そうか、じゃ1番カズヤだね。そうなってくると、はい、じゃ2番が、そこもうタン君とかレギュラーなんだ。FF ですけどね。5番タクヤさんでいいんじゃないですか。あ、タン君かタクヤさん悪い、 F、D なのかタン君。ね、上杉さんサードになってるからとりあえず。そっか、これを大島に変えて4番サード、うん、いやとりあえず5番変えません。笑顔、そうだね、これタン君にしようか。時は足どんぐらい、いい、1、2番でちょっと並ぶ。大丈夫かな。だって他がいないんだもん。そこもみんなね、うん、まあそうか、でそうっす、ね、菊池じゃない、菊池2番ミートイン、ああそれでもいいよ。でもち、まあちょっととりあえずこれにしとこう、はい、うん、ジリヒンダ、ヒンダ、ヒンダだな。高橋がいんのがまだ救いなの、うん、しょうがないね、うん、しょうがないっす。はい、じゃあいきますか、2の3、2の3、あ、5ありますよ、いっちゃうよ、うん、はい、肩、これいいね。うわ、C 相手、はい、大丈夫か。いや強いんだよな相手が、全然強豪になってかねえな。ちょっとあの本のテンポ丸とかいませんでしたっけ。 あれつけよう、あれ江川とかにテンポ丸4多いな。あ、スケジュール、あでも意味ないか、あいっぱいあるよ。そうだね、あ変化球、この辺は多分コンピューターの時だから、うん、そうっすね。あでも、うん、対変化球丸だからちょっとバッターに高橋とか、そうだね、高橋か、うん、高橋にする、高橋するしてほしいもんね。そうっすね、うん、いきますか、うん、テンポ丸、これはこれ映画、これって何冊もつけられんの。一人2冊だった気がしますね。テンポでいい、もったいないか、もったいないですかね。なんか本格派のつけた方がいいね、こういうの。対左打者はいいじゃない、これミカちゃんにつけます、これミカちゃんですよ、はい、笑顔じゃなくていい、左キラーになります、ミカちゃん左キラーにしようか。じゃあミカちゃんなんでワンポイントを扱うか、もうでもまあ、うん、そっか、笑顔につけるか、笑顔でもうちょっといい本が出てくるかもしれない、ね、そうか、全体的なに左に強くなるの、そうすると笑顔が、そうですね、そっちの方が良かったです。それ三角をしても見てもらっていいですか。もともと対左打者が D なんで C になります。あ、そっか、ちょっとあれ見せて、うわやば、これはでもつけようか、 E から D、 E って相当、ミカちゃんにしようか、はい、ミカちゃんも絶対投げるもんね、うん、テンポ、テンポいらないか、うん、ちょっと置いときますか、置いとこうか、はい、でこれを強振対応だから、うん、これをなんかタン君とかに、あ、いいじゃないですか、つけて、はい、うん、走塁の中って、お、え、待って、1選手のスタミナが3上がります。あのこれも多分そんな何個も使えないから、うん、もっと後で使って、後で使う、いや、これ勝ちって行くよ、もう行、うん、きましょう、はい、いやー、まあ春の甲子園もでも他の高校も世代は交代してるわけで、でも世代交代しての相手の評価 C ですよ。 C って何、そこそことか A、B、C だったけど、俺らこれ誰がいいだろう、俺ら何、俺ら D です、これ大島でいいよね、大島の、あ、はい、打率引き大島の弾道上げたいな、弾道、加藤、はい、これでいきましょう。江川が6だもんな、6番、あ、もうちょっと下げればよかった、いや、いい、しょうがない。これ誰、もう一回で、ノアって大島の、あ、あれ見よう、あ、タイムで、あ、ちょっと一回スコアで、うわっ
何このピッチャー、調子が悪いのが救いだね。スタミナいいピッチャーだな。相手スタミナが、あ、これ身長だ、こいつだけだ、こいつだけだね、こいつ下ろそう、いやーいけるかな、球数だけさせよ、身長で、うわ強い、もう徹底的に身長でいこう、強いな、打線は強くないっすよ、強くないね、だ江川にちょっと頑張ってもらって、わかりました、身長でいきましょう、うん、そうそう、こっちのピッチャーを信じよう、初球振ってんじゃねえよ。なんで慎重なのに初球振ったんだよこいつ。何を初球振って、お、大島だと思う。マジですか、ツーアウト走者なしでだ。お、慎重に強振だぞ。おい初球打つなよ初球ボンダしてんじゃん。お、抑えてる、いいね、がまた大島いや大島頼むよ、打てよ、打率低いな、マジで強振にしてるかダメなのかな、ミートお任せにしよう、早っ、よし、いいぞいいぞ、ここ頑張れ、いい投げさせてるよ、こいつ打たねえな、こいつマジ打たねえじゃん、おい何が4番だよ、いや相手が、いや相手が強い、攻撃、お、あ、守るか、来るんじゃん、ラッキーボーイ、ラッキーボーイはどういうの、なんか幸運が起こるんで、笑顔なんで出し使った方がいいと思うんです、もう回ってこないでしょうし、で送りバントする、あ、あ、そっか、送りバントありだな、じゃ普通送りバントでいいんじゃない、ラッキーボーイ1なんで、ラッキーボーイして、うわ変なの、いや送りバントでいいよね、はい、いいと思います、うわラッキーボーイ、ラッキーボーイはノーラッキー、うわー上杉だ、上杉バスターかよ強振術、まあ、チャンスじゃないもん、チャンスじゃないの、慎重で、まあ、これでいこう、やっぱり元野球部だろ、上杉、上杉頼む頼む頑張れよ、お、ラッキーボーイ、うわーでもうわあ、わあ、時代性の強心臓じゃん、これこそ、でもチャンスじゃないんで多分意味ないんですよ、チャンスでしょ、あ、セカンドじゃないのか、うん、うわぁ、あわじ、意外性、意外性はあわじ、うわぁ、いや、まだ同点、まあね、負けてるわけじゃないから、点取られるなよ、頑張れ、守備か、やだな、頑張れ、ここ慎重、江川、あ、伝令ありです、うん、励ますスタミナを、ま、たま今、まあ、今のとこ大丈夫なのか、まだ大丈夫、増えて1打席アップさせる、3回しか、そうっすね、そうっすね、ここでゲッツー取れたらもうでかいんだよな、ゲッツー狙いに行く、いや、そうっす、いやまあ確実にワンナウト、まあまあ、とにかく抑える、うん、ワンアウト取りたい、うん、狙いってもいいと思う、何をゲッツー、そうだね、の狙いこう、臭いところで詰まらせよう、詰まらしましょう、よし、うわあ、さあどうしよう、いやでもしょうがないな今のいやまだゲッツー取る、ゲッツ取ったところ、いやゲッツ取れたらいいけどちょっと怖いか、打たせて、そうっすね、緩急重視でとにかく、いや進塁させたくない、よし、いけいけいけ、よし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 よいいピッチャーになったな、うん、めちゃくちゃいいピッチャーだよ、よっしゃよしナイス、よし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 ゃー、これはでかいぞ、9回勝ちたい、ラッキーボーイ、一本も打ててない、これ次俺だから、あ、じゃあ、あ、違う、カズヤだ、うん、じゃあいいのか、これで、あ、じゃあ大島から やれば、大島、カズヤ、俺で、ちょうどチャンスかい、
こいつマジで82球しか投げてないですかこいつ、うん、マジかよ、ピッチャーだな、ちゃんと自分の余力を、いやうわ惜しい、惜しいね、前の惜しいね、前に落としたか、強豪だな俺まで回せばあるよ魔物、とにかく出てほしい、どうするこれ使う、でももう5が使わなきゃ、もう使わないよ、あそっかそっかそっか、9回だから、流すか、流そう、風俺たちで取ろう、点球速いから引っ張ろう、いや流そう、逆らって、逆らおお、逆らわず、よし、さあ来い、魔物、あ、ラッキーボーイだって、なるほど、じゃあ使っても意味ない、あ、でもカードに 何が出るか分かんない、盗塁する、あ、来た、盗塁する、盗塁もあり、いや、ちょっと待って、あの、キャッチャーの方見てください、スコア見ようよ、ちょっとスコア見よう、オッケーオッケー、野手データ、お、いけるね、いける、いけるぞ俺が出てるぞ、いけるぞ、いけるぞ、行きましょう、行くよ、はい、慎重でいいと思います、はい、うん、危ねえ、危ねえ、怖っ、いやよしよしよし、今チャンス来たぞ、さあで、パワーヒッター、パワーヒッターついたんだよね、引っ張ろうか、ありですね、最悪進塁、うん、強振じゃなくてもいいよね、はい、高橋、高橋だ、お祭り男、決めろ、うわ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 、いいバッター、うわさあ、ここ抑えないとな、ここ抑えないと絶対、うん、悔しい、まだ打たれ始めてはないからいけると思うんだよな、ナイスボール、めっちゃ速くなってる、おお、いいピッチャー、ピッチャーやな、うわ、どうする、少なくなってきたな、でもピッチャーが、いや、帰れないっすね、シカちゃんか、これ意地だね、うわこれやらし、無理だね今のは、詰まらされて、ちょっと待てよ、ファウルにさせて、うわちょっと待って、怖い、ななどこ、どうしたんだろうこれ、ちょっと変化球中心してみていいですか、一体一体変化球投げてくれ江川、オッケーオッケーオッケー、何してんねんおい、大島何してんねん大島4番だ、マジか、マジクズだな、うわ、ちょっとマジで今のはないなぁ、うわっ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 、ちょっと待って、マジで何これ、悔しい、逆魔物教えてください、どうすれば勝てるんですか、我々は、お願いです、教えてください、